しとこうって書いてある。え、ここでいいの？ガソリンの給油シーンを撮ってやる。安いから。安いから、うん。え、これも入ってる？入ってるよ。ガーズラとシグネチャーガソリンは特別に配合された製造材が使われています。え、黄色と何色？え、黄色と茶色。そうなんだ。見てて。うん。うわ、地図見ろ。今日も広くなった。あ、そうなんだ。本当だ。早くね。早くね。え、これ食べたの？早っ。めっちゃお腹空いてたのかな。本当はお尻拭きまでさ、買いたかったのよ。コストコのお尻拭き有名だから。だけどもう車に入んないからやめました。袋に5月27って書いてよかったわ。誰ぞこれ。常温で保存します。けどこれ焼いてさ、うまい、ね、うまいね。うまいに向いてないやん。バニラアイスとか美味しい。うまっ。こんなにこういつからやりますよ。ママは頑張るやりますよ。まさにこれ美味しそうじゃない。このピザパンチェッタの豚肉、豚バラ、豚バラとモッツァレラとトマト。略してパモト。何それ。コストコ通の人がうまい切り方をしてるんだけど、どんな切り方だったかな。9等分にしてみるかね。いいよね、四角。全然いい。ね、いいよね。さ、食べたら一緒さ。もう、誰な、ね、ピッタッこれは。ここはこれ、ここは四角。どう？いいでしょ。ここ、この大きさ全部ここ。いいよ。エディ、ピザ食べる？マジで。どんくらい食べる？これとりあえず1個食べる。じゃあ焼くわ。無理？マジかっこいい。
マフィンちゃんを切るしらないねえ、マフィン、ね、マフィン1回でさ、1個全部食べる、半分がいい。いや、1回で1個食べると思う。あ、そう、じゃあこのままでいい。でかいかな。結構でかいよ、ほら。マフィンか、でかっ、さ、半分。これは意外と消費期限が早い。5月6日、早いですね。おう、こんな感じ、いいね。Okay.